キリコちゃん、今回の指令は？三好名物が光るってどういうことかな？早速調査開始。のんびりほっこり三好巡りたい。光る三好名物ってなんだろう。あれ、あっちの方でなんか光ってる。行ってみよう。やってきたのは三好運動公園。ここでは夜になるととあるイベントが行われているとか。わあ、光のアーチだ。いちごのケーキになってるよ。キリコちゃん綺麗だね。あ、あっちにもいろいろあるみたい。行こう行こう。現在三好運動公園では三好金彩イルミネーションを開催中。およそ9万球もの LED ライトが三好の冬の夜空を彩ります。いろんなイルミネーションがあるけど、でも光る三好の名物はなさそうだね。ん？どうしたのキリコちゃん。え？あっち？あ、あれは果たして渡辺隊員が発見したものとは。これはもしかして、え？そっか、三好は鵜飼が有名だからね。ということはこれは巴橋だ。赤いライトが綺麗。三好金彩イルミネーションでは鵜や巴橋といった三好の名物をモチーフとしたイルミネーションが楽しめるんです。光る三好名物とは、三好名物がモチーフになったイルミネーションのことでした。ミッションって、あれ、キリコちゃんは？キリコちゃんならここにいますよって、何か違うような。キリコちゃんここにいたんだね。え、キリコちゃんが二人？そっか、こっちはイルミネーション。そうだ、キリコちゃんも三好のアイドルだもんね。そんな三好金彩イルミネーションは2月14日まで、夜の5時から10時まで見ることができますよ。それでは気を取り直して、ミッション完了。三好イベントナビ。現在三好市では三好金彩イルミネーションの他にも市内各所でイルミネーションを開催中。皆さんぜひ足を運んでみてはいかがでしょう。次回は三好市民ホールキリリを巡りたい。